ステップ2、ルールとルールセット。各ノードは次にはどうするのかは決めなきゃいけないんですが、どういうことをするか、いつするのかは決めなきゃいけないんですよね。それがどうすればいいでしょう。まずはそれがまあコーディネートのことなんですけれども、それが協調的に,には考えるべきでしょう。それが条件がある場合なんですが、 他のノードにはこれが多くなってから内側にどうすればいいのかは決めるでしょう。そして、まあ、例えば、エンタングルメントスワッピングなんですが、ノード1、ノード2、ノード3なんですが、それが、えっ、ー、と、ノード2は、ノード1とノード3には、2、え、人、ー、と,ともベルペアを持っている時は、それが、えっ、ー、と、エンタングルメントスワッピングは可能になっているので、 その条件は、えっと、えっと、なってからできるんでしょう。そして、まあ、ピュリフィケーションなどなんですが、ノリ1とノリの間には2つの、えっと、ベルペアを持っていることなんですが、それが、えっと、ピュリフィケーションを行ってから、どっちのキュービットを捨てるか、どっちのキュービットをキープするのかは、 あの決めなきゃいけないんですが、それがデータを交換してからするべきですね。じゃあ、まずはそれがどうすればいいでしょうまあ、最初のアイディアとしては、それが中央集権があったかもしれませんが、それがセントラ,ライズドコントロールになっているかもしれません。そして、それが一つのところで、ノードで全ての行う演算、 えとな,などを決めなきゃいけないんですが、それが各ノードか,からデータを集中して集まって、そしてノードに,には、えーと、お前はこれをやってください、これをやってください、あなたはこれをやってくださいとかにメッセージを送ることになるでしょう。まあ、これが脆弱性があるんですが、まずはクラシックのメッセージが多いなんですね。それから、それが、 要領というより遅延が問題になっているのなんですが、それを待っている間にはディコヘレンスを行うことになっているので、それが、量子状態の品質はだんだん下がるでしょう。そしてこれがスケーラビリティはななんですよね。これが地球のレベルの規模の,の,のシステムは作れないと思います。じゃあ、 オプション2としてはこれはルールセットで、それがうちの開発している手法なんですが、各ノードについてはそれがルールセットを作ること。そして、各ノードは自分のルールセットを持っていることなんですが、ノード1はルールセット1を持っているし、ノード2はルールセット2を持っているしルーセット3はルー、ノード3は持っているでしょう。そして、 ルールセットについての,の,あのデザインの目的なんですが、まずは、えっ、ー、と、分散型のコントロール、にセントラ t r a l i z e d c ではない場合。各ノードを独立でやっている。オートノミスビヘイビアにはそれがまあ大体独立でやることなんでしょう。そして、その協調的な,なコーディネイティドビヘイビアなんですが、隣のノードに,には、 と一緒には働く場合も多いのでそれは分かるべき。そしてその隣の場合にはそれが物理的につながっているものだけじゃなくてこの量子状態をシェアしているネイバーも含めてやるべきでしょう。そしてまあできるだけにはクラシカルのメッセージを減らしたいなんですがさっきの言ったとりには容量というより 遅延も問題になってるので、えっと、待っている時間には減らしたい。だ例えば、これが、えっと、4ホップの5ノードになってるなんですが、A ノードはこういう核発行はルールになってるんですね。まあえっと、状態になってるなんですが、えっと、まずはまずは A と B の間にはこの黄色いエンタングルメントができて、B と C の間にはこれが青いエンタングルメントができて、C と D の間には緑のできて、D と E の間にはこのピンクののはできているでしょう。そして Purify というルールがあって、その Purify というルールがと、その条件をクリアしてから A が Purify ができて、B も Purify ができるでしょう。そしてそれができてから A は側,側にはあの次のことを待たなければならないなななんですが B は、Purification、えっと、は、えっと、A と B の間と B と C の間の Purification ができてから B の条件はクリアして B はスワップを行うことができるでしょう。そうすると A と B と B と C の間の,の、えっと、エンタングルメント、リオもつれがつながっているようになりますので A と C にメッセージを送って、あなたは A さん、あなたはと A さんあなたは C さんと今、漁師もつれを持ってますよとのメッセージを送って、同じようなメッセージも C さんに送るでしょう。そうすると、A と C はそれができていると分かっていることなんですが、もし2つのベル状態を持っていれば、 A と C の間には、あのリオシムとピュリフィケーションを行うことに,にできるでしょう。まあ、これが再帰的に繰り返して、そして C、ね、にはあと、フィデリティは足りるキュービットと状態、ベル状態が,が A と,と E に,に,に持っている場合には、エンタングルメントスワッピングを,を行うことは可能になって、そのスワッピングのルール,ル,ールを 実行することになるでしょう。そして、それが A と E の間には、量子もつれができたと A と E に,にはメッセージを送って、A と E の間には、もしかして次にはもう一回、ピュアフィケーションをしたいかもしれません。で、これがまあ、こういう、あの、運用にはなると思いますが、書くところにはどういうルールを書くべきでしょう。どういうルールセットも書くべきでしょう。 じゃあまずはルールセットは ID を持っているのなんですが、そのルールセットの中には複数のルールが持っている。で、各ルールが、がえっと、利子状態を持っている。その量子状態が,が、まあ、例えばベルペアーテーブルには保存しているのなんですが、そうすると、ルール1は実行してから、その成功した分の利用子状態が、がルール2に,にはアドバンスすること、プロモートすることにはなります。 そして、これがルール、書くルールについてなんですが、条件があって、それが condition でしょ。そして、action もあって、それがどういうふうとことをやるでしょう。そして、アップデートにはそのデータの状態を、工程の制御をするためには、データの状態をアップデートすることにしてそ、れそれからその promote になります。そして、これ、あの、ルールセットの実行することなんですが、 順番でやることになりますね。まずは、リソースは最初のルールにアサインされていることになりますが、ルールの条件が,がクリアしてから、それのアクションを実行することになります。そして、成功したものは、先に言ってた通りに、は次のルールに渡す。そして、これが繰り返すことになります。 それから、各ルール、ルールセットなんですが、タイムアウトについても、もうあの必要になると思います。そうすると、それが資源はあのいつフリーで、あと再利用にできるの,のかはあの、決められるし、あるいは、ルールセット全体と,としてはそれ、そのコネクションはいつ終わりになっているのか、それが,が分かってて、それが捨てることにはできるでしょう。そして、それが、あの、 ルールセットはコネクションセットアップについてはあの配ってるのなんですが、それがステップ4に説明すると思います。そしてこれが今回はルールとルール,セットルールセットを説明しました。